桐生くんですね。桐生くん覚えてますか？はい。桐生くんどんな方なのか、ちょっと視聴者の方のために、はい。紹介してください。はい、彼は、はい、どこの大学だったっけ？早稲田。まずそうですね。早稲田を目指して、はい、で、ボクシングの早慶戦を開きたい。はい。はい。まあ、K1 でしたかね。はい。適当やわ、この人。このまま流すぞ、絶対、俺は。ちょっと、カットして。はい。まあ、彼はさ、はい、次第だから、はい、もうそろそろ受験終わったよ、ね。今ちょうど受験中ですね。あ、はい、真っ最中か。はい、そうか。そうなんですよ。で、一応やっぱり早稲田第一志望で、はい、まあ、受けてはいるんですけども、はい、まあ、正直なところ、結構早稲田が厳しいかなっていうところが現実ですね。うんうん、いくつか受けてますか？はい、いくつか受けてます。はい。はい、まあ、他にもマーチとか、あとマニアとかも受けてまして、はい、マーチは過去問で、もう合格点届くぐらいにはなってるんですね。なるほど。はい、ただもちろんその、完璧に受かるっていうレベルではなくて、はい。はい、で、彼の高校がそもそも、もう日東駒線に受かれば、もう全然すごいみたいな。うん、9割ぐらいがその付属の私立高校に行く、はい、私立大学に行くような、ね、はい、はい、まあ、レベルの高校だったので、はい。はい、そこからまあ、一応マーチ戦いレベルまで行ってるので、なるほど、まあ、頑張ってるかなっていうところですね。彼は予備校とか行ってるの？予備校？武田塾に、はい、通ってもらって。そうなんだ。はい、もうさ、全部忘れる。そうなんですよね。ちょっとわかりますね、気持ちは。武田塾に行ってるんだ。はい。はい。あなたは関わりはない、特には。僕はその校舎の担当者ではないので、はい、はい、他のある校舎に通っていて、そうなの、ね、で。ただまあ、身長確認で本人と連絡取って、はい。もともとさ、はい、彼のあの希望金額って何に使うって話だったんだっけ？塾の費用、ね、塾の費用。はい、塾の費用。はい、しっかり使って、で、それで武田塾に通ってる。そうです、はい、失礼いたしました。いえいえ。はい。となると、はい、彼の最終的な結果は、はい、早稲田慶応だとすると3月の上旬ぐらいになると分からない、ね、そうですね。はい。なので、今の3月1日が早稲田の商学部の合格発表なので、はい。はい、その日に、本人に、その目の前で、合格発表を見てもらうという撮影を予定してます。なるほど。はい。はい。確かね、僕の頃から、はい、次大の文系って、はい、やっぱ早稲田が最後だったんだよね。早稲田最後ですね。今もそうなのかな、やっぱり。今も早稲田 の社会科学部とかが最後だと。やっぱそうだね。はい、基本的に。3月の2日、3日ぐらいで終わるのかな。そうですね。はい、2月の、28とか。2とか3で終わって、はい、はい。です。発表は3月の前半です。じゃあ、はい、試験は3月にはもうないんや。ないです。はい。発表か。発表ですね。はい。そうだったかもしれない。発表が3月1日にやりたいなと。はい。はい、俺落ちたからさ、忘れられないよ。いやいやいや、はい、そうですね、ちょっと。そうですか。じゃあ今度は、はい。その3月の1日の合格発表の動画を撮ろうとしてるわけね。はい、撮ります。はい、それを。じゃあ、その時に、はい、それまでに、どことどこが受かって落ちてっていうことも全部言ってくれる感じ？そうです。そこの日に、3月1日に、その、滑り止めの大学も、はい、そのマーチも全部、その日に見るっていうことになってます。はい、うん、あ、見るってどういうこと？合格を開示するっていう、その、早稲田は、ごめんなさい。早稲田は3月1日なんですけど、はい、その、マーチまでの他の大学の発表も、一応3月1日に僕らは聞くってことになってます。そうだね。はい。いくつぐらい受けてる感じ？結構10個前後ぐらいは受けてます、ね。そうなんだ。はい、ニットコマセンターとマーチを、法政とか、はい、中央中心に。で、はい、ちょっとまだ言わなくていいんだけども、はい、まだ一つも結果は出てない感じですか？結果は出てないですし、本人も最後まで見ないって言ってます。その、はい。え？まあそれは、まあ本人の多分希望なんですけど、一番早いのが多分2月の15とかに出るんですよ。はい。それこそ明日とか、はい。はい。なんですけど、本人はもう最後の入試が早稲田が終わるまで見ないと言ってます。それで間に合うの？入学の手続きとか。そうですね、間に合いますね、それは。あ、そうなんだ。そこはちゃんとスケジュールは全部出してもらって。面白い。はい。最後にせーのでバーって見てくんだ。まあ見てくっていう話にはなってます。今日中島くんの件で、はい、二人で動画撮ってるんですけれども、まだ本当に出始めて間もない頃ですね。はい。はい。で、あれからどうなりましたか、中島くんは。中島くんに11月連絡を取った際に、はい、今、共通テストの直前であって、うんうん、まあなかなか時間が取れないという状況をまず一ついただいているので、はい、あと二人で動画撮ることができていない状況ですね。そうですね。はい。あと12月の頭ぐらいに、うん、彼東大と芸大目指していたんですけど、はい、東大の推薦の結果が出てそこは不合格だったということです、はい、そうなんですよね、はいはい、グループラインに流れましたんで、そうですね、落ちちゃったんだっていうところになりましたよね。うん、まあ、結果としては残念ながら、ね、推薦合格はできなかったということで、今中島くんは何に向けてどんなことをやってるんですか？それこそこの今撮影してる前の土日が共通テストだったので、うん、共通テストの勉強を今まではずっとやっていて、はい、まあ、ここからが芸大合格のための勉強を続けていくんだと思います。なるほど。
もしかしたらもう志望校を少し変えてしまった可能性はあるんですけど、うん、そこまでは今まだコンタクトが取れていない状況です、ね。まあ、やっぱりあの、ね、受験直前なんであまり、ね、連絡してうんぬんってことで見、ね、出、まあね、したくないもんね、はい、そうか。じゃあ共通テストで志望校を変えた可能性もある、まあ、でも彼ってだって東大と芸大しか言ってなかったじゃないですか、はい、それは。それ以外も可能性あるの？いや、対策できる科目を考えた時に、うん、いやどうなんですかね、芸大一本で行くんじゃないですか、うん、まあなんかあんまり彼のタイプで普通の大学に進学するってことは考えられないので、うん、ないね。まあ芸大気質といえば芸大ですよね、はい、彼は。まあだってたくさん志願者がこで38人とか出てきたけど、はい、結構変わってますもんね異常です彼、はい、やっぱ今振り返って動画見ても、はい、あんな人なかなか出会えないですよね。そうだよね。あ、なんか東大推薦合格の人たちは本当変わった人が多くて、はい、まあ不合格だったんですけど、うん、タイプとしてはもうそういう一つ二つひねくれたようなタイプの志願者でしたよね、うんうんうん。まあ、ということで中島くんの結果については、あの当然時期が来ればね、はい、ちゃんとあの発表もしていきたいと思いますけれども、ちょっとあの他の志願者と違って進捗動画をいつも何回も出してっていう感じにはなってないので、まあなかなかに扱いにくいよね。難しいですね、はい。まあ、2,3 月の大学受験が終わったあたりに1本取って、はいはい、皆さんにご報告できたらなと思うので、そうですね、期待で待っていてください、はい。